国政紀1917年11月14日から1979年10月26日は、韓国の政治家、軍人。1961年の軍事クルデターで国家再建最高会議議長に就任し、1963年から1979年まで大統領を務めた。彼の時代から約30年間にわたって、観光の奇跡と呼ばれる、 高度経済成長が実現されて韓国は世界最貧国の層から脱したと評価される。一方で1972年の会見で大統領任期と住人制限を撤廃することで永久執権を図ろうとし、また民主化運動をスパイ捜査、司法殺人などで弾圧したとして独裁者との批判的評価も受けている。1979年に 側近の金再刑によって暗殺された。本願は高齢牧師。号は中樹。創始解明による日本名は高木正夫。一番目の妻に金吉南美美。二番目の妻に文聖公事件で暗殺の犠牲となった陸英州高南との間に長女の牧玉。英州との間に次女で第十八代大,大統領の 久根と長男で EG ーーテック玄海町の牧師版がある。日韓併合後の朝鮮半島に牧師明と白南にの末っ子として生まれる。朝鮮名では牧世紀、日本名では高木正夫と名乗った。手口師範学校を経て学校教師を務めていたが、やがて軍人を志して、同じく日本の影響下にあった満州国陸軍軍艦学校に志願入隊する。 卒業後は、成績優秀者が選抜される日本の陸軍士官学校への留学生となり、第57期生として日本式の士官教育を受ける。帰国後は、満州軍第8弾副官として八掃除軍や、対日参戦したソ連軍との戦闘に加わり、内モンゴル自治区で終戦を迎えた。第二次世界大戦後、中国の北京に設置されていた。 大韓民国臨時政府に加わり、朝鮮半島の南北分離時は、南部の大韓民国を支持して、国防警備隊の隊員となった。国防警備隊が韓国国軍に再編された後も従軍を続け、朝鮮戦争終結時には陸軍大佐にまで昇進、1959年には陸軍少将第二軍副司令官の住職に就いた。一方、内戦を終えた。 韓国内では議会の混乱によって一向に復興や工業化などが進まず、また軍内の腐敗も深刻化していた。これらの状態に対して軍の将官将校、士官らの改革派を率いてクーデターを結行し、軍事政権を成立させた。形式的な民政移行が行われた後も実権を握り続け、自身の政党である。 民主共和党による事実上の独裁体制を形成し、第5代から第9代大韓民国大統領と大統領任期を5期にわたって務め、権威主義体制による開発独裁を推し進めた。独裁政権下では、日本の佐藤栄作内閣総理大臣との間で、日韓基本条約を批准して、日韓両国の国交を正常化し、 さらにアメリカが死臭国のリンドン・ジョンソン大統領の要請を受けて1964年にベトナム戦争に韓国軍を派兵した。日米両国の経済支援を得て観光の奇跡と呼ばれる高度経済成長を達成した。大韓民国は1960年代から1970年代にかけての牧政期失聖化の高度経済成長により1970年 頃まで経済的に劣位であった同じ朝鮮民族の分断国家朝鮮民主主義人民共和国を経済的に追い越し最貧国グループから脱した一方で統制的な軍事政権下では民主化などの運動は徹底して弾圧され人権上問題のある拷問や政治犯の投獄なども行われたまた対外政策においても アメリカとの強固な同盟関係を作り出したベトナム戦争において、米軍同様に虐殺や戦争犯罪に関与させる結果となり、ベトナムとの外交関係は悪化した。また、日本との友好姿勢も国内の民族主義から敵視される背景となった。政権後半には単独での核武装などの自主国防路線や日本に滞在していた。 民主化活動家の近代中を情報機関により拉致し、国家主権を侵害するなど強硬な政策を進めた。1979年10月26日、大規模な民主化デモの鎮圧を命じた直後、側近である金歳系情報長官により暗殺された。去年61歳。牧世紀は、日本統治下の朝鮮の継承北道前山軍、亀尾面状盲導で、 貧しい農家の五男二女の罰子として生まれた。父親は過去に合格したが、韓国が日本に併合された後に没落し、墓守をしていた。二歳の時、火鉢に落ちて両腕に火傷を負い、生涯その後が残った。1924年に7歳にして、普通学校に入学した。小学生の頃は、学校に弁当を持っていけないほど生活は苦しく、 ビタミン A 欠乏のためや毛症になったこともあった。後世、酒に酔うたびに、友人や側近に、俺は本当の貧しさを知っていると語っていたという。小学生時代の牧世紀は、立春心とナポレオンと軍人になることへの憧れを抱いた。家が貧しい上に病弱だったが、亀尾小学校を優等で卒業した。小学校卒業後、教師からの勧めを受けて、 手ぐし班学校を受験し、1932年に100人中51番の成績で合格した。公民化を隅々まで強要した手ぐし班学校での生活は、牧生期の気質になじまず、3年時には成績不振から、完皮支給生を脱落、4年時には成績再開となった。一方で、剣道、機械体操、サッカー、短距離相当スポーツには、 なみなみならぬ関心を示した。僕がもう一つ強い関心を持ったのが、軍事教練であった。師範学校の配属将校である、有川慶一中佐は、朝鮮人のみならず、日本人にも下げすんだ態度をとる、ある意味公平な人物であったようで、これが、方の興味を引いた。有川もまた方を大変可愛がり、動作の模範を示す訓練助教に使うほどだった。5年生で、 不評第80連隊に2週間入隊した際も、模範演技に選ばれるほど関心を持ち、重建術は現役軍人をしのぐほどであったという。師範学校卒業後の1937年4月に、京北危機喜び公立普通学校に赴任、差別的な態度を取る日本人の校長や教員に不満を抱きつつも、日本軍の軍人に憧れを抱く熱心な教師として勤務した。 なお、市販学校4年時の夏休み中に、金吉南と結婚しているが、親の取り決めであったため全く情が移らず、結婚したことを同級生に話すこともせず、教師赴任後は終戦まで全く会いに行こうともしなかった。学芸会や運動会の団体競技で戦争を取り扱った出し物をしたり、休日には生徒たちを集めて、 戦争国交したり、木刀で剣道を教えるなど、軍国色の強い指導をしていた反面、日本人教師のいない時は生徒に朝鮮語の使用を進めたり、授業で立春心や筆行戦の話をしたこともあったという。また、生徒たちに軍隊ラッパを吹いてみせ、生徒たちがその音に合わせて歌うなどして親しまれていた。しかし、 日中戦争下での総力戦の掛け声のもとで推進されていた坊主頭を拒み挑発を続けたため、1939年秋に聞き喜びを訪れた私学館に咎められ、主演の席で衝突、その後教師の職を辞した。ただし、当時の教え子によると、挑発だったのは貧しくて、バリカンを持っていなかった朝鮮人生徒の側で、僕世紀は、 周囲の日本人教師から監督責任を問われたびたび衝突していたという。また、私学館の出迎えに一人だけ行かず、ラッパを吹き、休時の警告も無視したため日本人教師から袋叩きにされたということがあり、挑発事件の話はこれらのエピソードが混同してできた可能性がある。満州国軍満州国軍軍官学校の日系商工枠の受験許可を特別に求める。 結書による単願書を提出。1939年の教師失職後、市販学校時代の恩師である有川中佐の推薦を受け軍人になることを決意日本国籍のまま1940年に満州国の首都新京の満州国陸軍軍管学校に合格者240人中15番目の成績で合格した。満州軍官学校入校の 翌1941年に、創始解名で、高木正夫の日本名を名乗り、その後さらに岡本実に名を改めている。僕世紀が合格した満州国軍軍艦学校に帰省には、僕世紀を含め12人の朝鮮人学生がおり、彼らは満系生徒として、生徒中隊に配属された。僕は、第三中隊第三区隊の所属だった。 1942年3月に非日本人の主席で卒業満州国皇帝溥儀から恩師の金時計を授けられている。当時満州国軍中尉だった丁一賢は北世紀と親しく心境で会う際にはしばしばいずれ日本帝国主義が滅び韓国が独立するとの胸を北世紀から酒の席で聞いたと証言している。満州国軍軍艦学校卒業後、 日本の陸軍士官学校に留学、第57期生編入を経て、1944年に卒業した。日本陸軍士官学校卒業後、七春の関東軍工兵科士官候補者隊を経て、東康まや中東の第120師団工兵隊に、見習い士官として配属され、3ヶ月間勤務した。1944年7月に満州国軍将尉に任官。 僕世紀は、満州国軍第五軍艦クレイカの不評第八弾の、朝鮮人、将校四人のうちの一人となった。1944年7月下旬から8月、初旬頃まで行われた八草寺軍討伐作戦では、第八弾、第二連敗長として参加。しかし、僕の部隊は八草寺軍と交戦しなかったという。1945年7月に中尉に昇進。 ソ連対日産戦により1945年8月9日にソ連軍が満州国に侵攻した後、1945年8月15日の日本の降伏時は第8弾の副官を務めていた。副官には、高オツの2種類があったが、僕はオツ主副官であり、主に霊下部隊への作戦命令通達や弾機の管理をしていた。 韓国軍1957年の牧世紀殉勝1945年8月15日に日本がポツダム宣言を受託した後現在の中華人民共和国内モンゴル自治区に相当する地域で終戦を迎えた牧世紀は満州国軍の中国人将校に武装解除された後同1945年8月29日に北京に向かい北京で 大韓民国臨時政府の蔡陽徳によって大韓民国臨時政府幸福軍第三主体に編入された。日本幸福による朝鮮解放後、1945年2月の連合国首脳によるヤルタ協定に基づいて北緯38度線を境に朝鮮半島の南半部の連合国軍勢のために1945年9月8日にアメリカ軍が新川に上陸し、 アメリカ軍はすでに存在した朝鮮、建国準備委員会を解体した後に、南朝鮮を在朝鮮、アメリカ陸軍司令部軍政庁の直接統治に置いた。大韓民国臨時政府は、この在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁と対立していたため、北政紀は大韓民国臨時政府の軍隊としての帰還を許されず、1946年5月8日に、 個人資格で富山に上陸した。帰国後、1946年9月に南朝鮮国防警備隊の幹部を育成するためにアメリカ軍政庁が設置した教育機関、朝鮮警備士官学校に2期生として入学した。翌月の1946年10月1日にテグで共産党が指導した暴動事件、いわゆる10.1暴動事件が発生し、 この事件で、亀尾地域の有力な両運教支持者であった三兄の牧章博士が警察に殺害された。その後、牧政紀は1947年9月に大意に任官された。一方で三兄牧章博士が殺害された後、両雲教が結成に関わった南朝鮮道道等が牧章博士の遺族の世話をしていたつながりから、 北世紀も南朝鮮労働党に入党していたが、1948年8月15日の南朝鮮単独での大韓民国建国と、翌9月9日の北朝鮮における朝鮮民主主義人民共和国建国後、同1948年10月19日に南朝鮮労働党に呼応した大韓民国国軍の党員将校が霊水、巡天事件を引き起こすと、 軍内党細胞であったことが、祝軍運動により発覚し十一月十一日に、逮捕、ソウルの西大門刑務所に送られた。この際、転校して、南朝鮮労働党の内部情報を提供したことと、北政紀の軍人としての能力の高さを評価した、略前、元姿徳、金一貫羅軍内の要人の除名誕願により、武漢免職とともに九百四十九年四月に、 死刑を免れた。免職後は、陸軍情報課北韓藩状況室長として、北朝鮮の情報分析に急しんだが、一九五0年六月二十五日の朝鮮戦争勃発後、少佐として軍役に復帰し、同年中に陸英州と再婚している。朝鮮戦争中の七月十四日に、現役軍人に復帰した後、一九五0年九月十五日に、 中佐に昇進、1951年に作戦教育局次長へと昇進し、1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定調印までに大佐に昇進した。北世紀はこの朝鮮戦争時にアメリカ軍の軍人も認めるほどの筋金入りの反共産主義者となっている。朝鮮戦争休戦後、 アメリカ合衆国の陸軍砲兵学校に留学した。アメリカ陸軍留学からの帰国後は、1955年7月14日には、第5師団長、1957年に陸軍大学を卒業して、第7師団長、1959年7月1日には、第6管区司令官、1960年1月21日には、富山軍事基地司令部司令官、 同年12月15日には第二軍副司令官となった。1953年に順勝。1959年に少将に昇進している。5.16軍事クーデターと国家再建最高会議、軍事革命委員会前で会見に応じる、僕正規少々。1960年4月に大韓民国初代大統領。 李正万が4月革命によって失脚した後、学生たちが南北朝鮮会談を開こうとする政治的騒乱の中、1961年5月16日に、牧政騎症将は、長宮古秋陸軍中将を議長に立てて、軍事革命委員会を名乗り、軍事クーデターを起こした。反共産主義、新米政策、腐敗と旧悪の一層、経済再建などを決起の理由とした。 当時、陸軍少将の階級にあり、第二軍副司令官だった、北世紀は、韓国陸軍士官学校大八期生を中心とするグループに押されて、クーデターグループのリーダーになった。韓国陸士八期生は1945年の解放後初めて、大韓民国が自前で訓練した軍人たちであり、その中心人物が、金少筆だった。 1961年の時点で約60万人の人員を要した軍隊そのものの規模に比してクーデターに動員された人員は必ずしも多くはなく成功も悟したばぬはずであった。牧世気少将率いるクーデター部隊が1961年5月16日に国営放送局を占拠した際、牧世気少将と共に決起した兵士は全軍のうち3600人に過ぎなかった。 すでに1960年の4月革命の直後、牧政紀少将は、軍内人事の一審を求め、陸軍参謀総長の総高氏三中将に対して、所管で辞任を要求していたが、4月革命後に、発足した第二共和国で8月23日に、首相に就任した、超務政権下では、牧政紀や牧政紀を支持する韓国陸史発揮制の、求める、 軍内人事の変更がなされる様子がなかったために、1960年9月10日の、た武た総決議にて、北世気少将は、将来の軍事クーデターを決定した。また、この5.16軍事クーデターは韓国、陸軍主管学校校長が反対していたものの、陸軍主管学校十一期生の全都館は、北世気少将による軍事クーデターを支持し、全都館の呼びかけによって、 陸軍士官学校生徒たちが、クーデター指示行進を行った。韓国陸軍士官学校11期生には後に、大統領になる、全都官、ロタイグラが含まれており、牧政旗が、峰南出身であったこともあり、同郷の全都官は、花笛を結成し、異筆や金小筆、牧小系ら他の峰南出身者との軍内清掃の中で、峰南軍閥を築き上げた。 これら軍人たちには地方の貧困層出身者が多く、彼らの信望を集めていたのが、牧世紀であった。牧世紀少を率いるクーデター部隊は、軍首脳の怪獣に成功し、後に、軍首脳を軍事革命委員会から一層することで、主導権を握った。クーデターグループは自らを、革命主体勢力と呼び、戒厳令を敷いた。金融凍結、公安。 空港を閉鎖、議会を解散し、政治活動を禁止し、超ツトム政権の閣僚を逮捕した。当時アメリカのジョン・カイ・ケネディ政権は1961年4月のプライア・ヒロン侵攻事件の失敗により、キューバ革命後に構築されつつあった、フィデル・カストロ体制の打倒に失敗したために、その後始末に暴殺されており、アメリカ国内で、超ツトム政権を支持する反クーデター派を、 クーデター支持の中央情報局が制した結果、アメリカ合衆国は、牧政紀少将によるクーデター政権を認めるに至った。軍が突然に政治の表舞台に躍り出たことは、多くの人々を驚かせた。愛官民国国軍は、朝鮮の政治史において、例を見ない巨大勢力だった。こうして、政権を奪取した牧政紀は、軍事革命委員会を、 国家再建最高会議と会場し、自ら議長に就任した。国家再建最高会議として、牧世紀は治安維持と経済改善のためとして、国家再建非常措置法を施行した。6月10日には秘密情報機関、大韓民国中央情報部を発足させ、初代部長には、金小筆が就任した。7月3日には、クーデター当時に議長に立てた。 長宮古秋中将を失脚させ、軍事政権のトップに立った。これらの権力奪取の過程で、軍事独裁政治色を強めていった。この軍事政権に抗議するデモが頻繁に起きるようになるが、北世紀は KCIA を用いて抑え込んだ。また、腐敗政治家の排除、闇取引の摘発、治安向上を目的とした、風俗点摘発なども行い、ヤクザも叶う。 牧将軍と言われるようになる。牧世紀国家再建最高会議議長は、政権脱出後、日韓国交正常化に意欲を見せ、1961年10月から11月にかけて、日本側の大平正義外務大臣と、金消失大韓民国中央情報部長官の交渉の結果、金太平メモが作成され、日本による植民地支配への賠償請求権を、 無償3億ドル、優償2億ドル、民間協力資金1億ドル以上の内容で合意した。北世紀は、この賠償請求によって、大韓民国経済を立て直そうと考えていたが、近、太平メモの合意額は、李承晩政権期の対日賠償請求額であった20億ドルや、第二共和国期の38億5000万ドルに比べて少なかったために、 韓国内の世論の反発を招いた。また、僕正紀議長は1962年に、李承万初代大統領が1948年の大韓民国建国時に採用した弾訓期限から、西暦へと歴法を変更している。僕正紀大正所体式その後、政権へのアメリカの支持を取り付けるために、訪米することとなり、アメリカ合衆国大統領と釣り合う階級を、 与えるべきとの軍長老の進言に従い、大将に昇進した。法米の往路、日本に立ち寄り、11月12日に池田早人首相と会談、日韓両国の早急なる国交正常化で合意した。この時に一部日本語を使って会談したため、韓国内の反日勢力から批判を買うこととなった。法米では民主党のケネディ大統領との会談を実現した。 第三共和国時代西ドイツのビリー・ブラント社民党党首と共に、法米時ホワイトハウスで、ケネデー大統領夫妻と1962年12月17日に、第三共和国憲法が国民投票によって承認され、大統領任期を2期までに定めた第三共和国が成立した。1963年に、軍事政権である国家再建最高会議が、 民政に復帰した。朴世紀は8月に軍を退役して、民主共和党から1963年大官民国大統領選挙に立候補し、民政党の院前前大統領を約15万秒差で破って、自ら第5代大官民国大統領の座についた。第5代大統領就任後、1964年1月10日の年頭京初演説にて、 自由主義陣営の結束を求めるアメリカが衆国の移行を念頭に、牧世紀は日韓関係の改善を訴えた。これに対し、1964年4月に、高麗大学の李明博学生会長が日韓国交正常化反対デモを指導したため、牧世紀政権は1964年6月3日に、学生運動に対して戒厳令を発し、李明博を含む、 学生運動指導者らを逮捕した。このような国内の反対を抑えつつ、1965年6月22日には、日本の佐藤栄作内閣総理大臣との間で、日韓基本条約を調印し、8月14日に、与党民主共和党単独参加の国会で、この日韓基本条約を批准した。日韓基本条約は、日本統治時代を生産するものでなく、 わずかばかりの金で国を売るものであるとして、韓国国内では広範な反対運動が発生した。民主化活動家の大学生や市民、平和戦の堅持を求める野党民政党のキニヨンサム議員たちは、反国民闘争委員会を結成し、大韓民国国内で屈辱外交への激しい抵抗が繰り広げられる中、日本との条約締結が強行され、 日韓国交正常化は実現した。また、日本国内でも条約に基づく巨額の資金提供は独裁政権を利するとして反対運動が起こり、大学生を中心に大々的な反対運動が展開されていた。同年12月18日には在日朝鮮人の存在を本国政府の責任とし、戦後に日本へ不法入国した場合や朝鮮総連などの 日本で共産主義活動に加担した場合も許すとして、韓国への帰国を促す談話を発表した。その後、1963年11月22日のダラスでのケネディ大統領暗殺事件後、副大統領から大統領に昇格した民主党のリンドン・ジョンソン政権の要請に応じて1964年に大韓民国国軍のベトナム戦争への派兵を決定した。 東南アジア条約機構首脳ら。左から3人目が、僕世紀。アメリカ合衆国のリンドン・ジョンソン大統領、南ベトナムのグエン・カオキ首相、フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領、オーストラリアのハロールド・ホルト首相ら。ベトナム戦争が激化する1966年当時の韓国の友好国の首脳らとともに、僕世紀大統領が撮影されている。 大韓民国のベトナム戦争派兵に際しては、南ベトナム軍以外では、アメリカ軍に次ぐ約5万人の大韓民国国軍将兵を南ベトナムに派遣し、南ベトナム解放民族戦線との戦いに従事させたが、アメリカ軍と南ベトナム軍の北ベトナムへの配色が濃厚となるに従い、韓国の民族主義的な立場からアメリカから離れていった。また、 この大韓民国国軍のベトナム派兵に際し、大韓民国国軍は、フォンニー・フォンニャットの虐殺などの非武装のベトナム人に対する戦争犯罪を行い、ベトナム戦争終結後の腰士関係に過根を残すことになった。4年の人気満了に伴い、1967年大韓民国大統領選挙では、与党の民主共和党から立候補し、 新民党から立候補した院前を再び破り、第6代大韓民国大統領に就任した。1968年1月21日には、朝鮮民主主義人民共和国が、台南工作で派遣した朝鮮人民軍のゲリラ部隊に青瓦大の大統領官邸を襲撃され、暗殺されかけている。この暗殺未遂事件への報復のために、僕正紀大統領は、 北派工作員として北朝鮮の近日清首相暗殺のために空軍2325戦隊209派遣隊を創設したが1971年8月23日に684部隊は処遇をめぐって反乱を起こしているこの間経済政策では日本を模範とした経済政策を敷いた開発独裁と言われる 僕世紀の経済政策は、ソビエト連邦の計画経済をモデルにしている。例えば、1962年から始まった数字に、渡るご可燃計画計画方式がそれである。また、僕世紀の経済開発手法が実際に見分した、満州国の経済からヒントを得ているとする分析がある。それまでの輸入代替工業化政策を大胆に、輸出型重工業化による、 経済離陸政策に切り替える柔軟性を見せた。国家主導で産業育成を図るべく経済開発院を設立したことを皮切りに財閥や国策企業を通じてベトナム戦争により得た金と物を重工業に重点的に投入した。これによって建設された代表的施設に八幡製鉄所をモデルとした歩行製鉄所がある。また、 日本の経済急成長の秘密は石油化学にあるとして石油化学工場建設を急がせた。西ドイツへ炭鉱労働者と看護婦を派遣し、その給与を担保に借還を受けたことに始まり、1965年の日韓基本条約の締結により得た資金を不足していたインフラストラクチャーの整備に充てたことや、ベトナム参戦による特需などが観光の奇跡と呼ばれる。 大韓民国の高度経済成長につながっていく。特に日韓基本条約に基づいて1966年から1975年2月までの間に日本から支払われた5億ドルの対日請求権資金は歩行総合製鉄工場、ソヤンガン多目的ダムの建設など韓国の第二次後、可燃計画の実現に際し、韓国の国民経済の向上発展に少なからざる。 起用したと言えると1976年に韓国政府によって発表された対日請求権白書に記された。また、韓国科学技術院を創設するなど韓国の科学技術政策を確立した。1963年に撮影された写真。また、1970年代初頭よりセマウル運動なる農村振興運動を開始し、1976年の 農村電化率は91%に達した。1969年に自らの大統領参戦を可能とするために参、選会見を実施した後、1971年4月27日の大韓民国大統領選挙では、新民党の近代中を破って思惑通り参戦を果たし、第7代大韓民国大統領に就任した。なお、 この就任式には日本から佐藤栄作首相が出席し、僕は式の終わりに佐藤と握手をするパフォーマンスを行った。この間、ベトナム戦争の行き詰まりの中、アメリカのリチャード・ニクソン大統領は1970年3月26日に在韓米軍の削減を大韓民国に伝え、翌1971年にはアメリカ合衆国と北ベトナムとの秘密交渉が進み、 さらに、ニクソン大統領法中計画が発表された。このような冷戦のデタントの最中、1970年8月15日の演説で南北朝鮮の平和共存を提案している。しかし、大統領選挙は新象だった上に、直後の1971年5月25日に実施された国会総選挙で野党が躍進し、与党が 議会の2、3以上を占めることができなかったため、僕正紀の大統領4選は不可能となった。このことは、僕正紀大統領の権力基盤を揺らがせ、国内での反体制学生運動が加速、危機感を覚えた、僕正紀は1971年12月6日に、北朝鮮の脅威を口実に国家非常事態宣言を発するなど独裁色を強めた。僕は、 他方で北朝鮮の脅威に対話で臨み、1971年2月6日に発表された米韓共同声明により在韓米軍の第7不評師団を撤退させ、1972年7月4日に朝鮮民主主義人民共和国の金日清首相と共に南北共同声明を発表している。第4共和国時代1972年10月の 一新クーデターの翌1973年10月1日に行われた大韓民国国軍のパレード、牧世紀大統領の肖像がマスゲームで表現されている。しかし、南北共同声明発表後も牧世紀大統領の内遊外観への疑念は収まらず。 1972年10月17日には、非常戒厳令を宣布し、大統領の任期を6年に延長するなどの憲法改正を行って、維新憲法を制定、第四共和国に移行した。この直前の1972年10月6日に、僕世紀大統領と陸栄州大統領夫人の訪日計画が発表され、田中角栄内閣総理大臣との会見を及び、 昭和天皇主催の宮中版三回への出席が言及されたが、牧政紀大統領にとって、この訪日計画の発表は11日後の維新クーデターのための陽動作戦であった。近代中拉致事件1972年10月の維新クーデター後、政治的なスローガンとして維新体制を標榜した。維新体制の下で、 権力基盤を強化した、牧世紀は自らを脅かす者に対しては、政敵ばかりか与党の有力者であっても退け、独裁体制を維持し続けていた。1971年代官民国大統領選挙で、共に立候補者となった、政敵金王獣に対しては、東京のホテルグランドパレスに滞在していた1973年8月8日に、 大韓民国中央情報部による近代中拉致事件を引き起こし、日本の世論は日本国に対する主権侵害だと、僕正規政権を批判した。近代中拉致事件によって悪化した日韓関係は、僕正規大統領と田中閣営総理大臣の間の政治的決着によって決着したが、日本のマスメディアはその後の近代中習慣に対して、 僕世紀政権批判を重ね、僕世紀の維新体制は、この近代中拉知事件によって、国際的に孤立し始めた。なお、この日本側からの近代中拉知事件に際する、主権侵害の声に対し、KCIA の理工楽部長は日本による、韓国併合こそが、主権侵害だと、反批判している。また、この近代中拉知事件に際し、 北朝鮮は朝鮮統一問題の北側からの対話中断の意思を韓国に伝えている。文政公事件1974年8月15日、日本統治から解放されたことを記念する幸福節の祝願容疑に参加した際、在日韓国人文政公から銃撃され、朴世紀自身は無事だったものの、妻の陸英衆が頭部を撃たれて死亡した。なお、 この際に用いられた拳銃は、文政孔が日本の警察官を襲撃し強奪したものであったことや事件に関与したとみられる朝鮮総連を自由民主党の一部や日本社会党などから圧力を受けた日本政府及び警察側が擁護し続けたこともあり、日韓両国の政治問題へと発展した。またこの事件は、 日本のマスメディアによる近代中拉致事件批判によって悪化していた韓国の世論をさらに対日強硬的なものとし在韓日本大使館にて韓国人群衆によって日照旗が焼き払われるなど日韓関係をより悪化させることになったただしこのデモは近代中事件による国内の混乱や牧世期に 対する批判を交わすための完成デモだったという説が日韓の左派勢力の一部等で唱えられている。近代中立事件のみならず国家保安法や反共法などの法令による反政府勢力に対する強権的な弾圧は維新体制期には過熱を極めた。共産主義者ないし北朝鮮のスパイ的発に名を借りた不法な拷問、冤罪事件は毎挙に暇がない。 そのうち、大韓民国中央情報部による1975年11月22日の学園浸透スパイ弾事件は、同時代の日本でも大きく報道された。国内でのマスメディアへの言論弾圧も、自由主義国家としては極めて異例なほどに行われ、映画のセリフ一つまで国の検閲が及び、海外の新聞、特に、僕正規政権に批判的であった、日本の朝日新聞、 読売新聞などは韓国への輸入が禁じられるほどであった。核武装構想とコリアゲート事件国防政策では北朝鮮と軍事同盟の中長友好協力相互援助条約を結んでいた中華人民共和国の核兵器開発に対抗して密かに核兵器・ミサイル開発に着手し韓国の核武装を望まないアメリカと衝突した後に中止するなど ベトナム戦争派兵で緊密となった米韓関係を損ないつつもハリネズミのごとく武装する小強国ビジョンに基づく独自の自主国防計画を推進した。さらに1976年には在米韓国人ロビースボクト北当選がアメリカ下院議員を買収しようとしたコリアゲート事件が発覚し北世紀が構想していた韓国の各武装構想とともに すでに悪化していた日韓関係のみならず、米韓関係をも悪化させた。1976年10月の事件発覚によって悪化していた米韓関係は、1977年に大統領に就任した民主党のジミー・カーターが人権外交の検知から同年5月3日に韓国、ローデシア、ブラジルの三国を名指しで批判したことにより、さらに悪化し、 カーター政権時代には在韓米軍撤退も取り沙汰されるようになった。このような米韓関係の悪化の中でアメリカの圧力により、北正規大統領は核兵器開発を一度断念したが、その後も自主国防のために1978年まで核武装を構想していた。また、水面下では当時の米中接近や日中国交正常化に影響され、 三菱商事の当時の藤野忠次郎社長の後押しで、中華人民共和国の新たな指導者となった、当昌平と経済協力を名目に接触し、暗殺直前まで、中間のホットライン解説も交渉していた。中間のホットラインは2015年に、娘の、牧久根大統領が解説するまで実現されなかった。暗殺不残。 マサンで大規模な民主化デモが起こっていた1979年10月26日、側近の大韓民国中央情報部部長、金再慶によって射殺された。去年61、暗殺後、国葬が取り行われ、遺体は国立墓地や北大に葬られている。なお、北世紀は1985年には自らゲイヤすると、側近に話していたという。 1979年10月26日の僕、正規暗殺事件後、ソウルの春と呼ばれる民主化の雰囲気が大韓民国に充満したが、翌1980年5月17日の全都官将軍による5.17非常会限令拡大措置と、その直後の5.18公衆民主化運動を経て、大韓民国は再び軍人出身の全都官による、 第五共和国に突入した。2017年5月20から22日に世論調査専門機関リサーチビューが行った歴代大統領の好感度調査で25.2%を記録しに出会った。世代別では60代と70代以上で1位となった。60代は42.5%、70代以上は55.0%が僕世紀を選んだ。しかし、 20代で、牧世紀を選んだのはわずか2.7%、30代は4.1%、40代は11.4%、50代は26.5%で、1位の、ロブゲンに圧倒的な差をつけられた。20代と30代では、ロブゲン、近代中の後人を排して3位となり、40代でも3位の、近代中と1%しか差がなかった。全国のすべての地域で、 ロブゲンの後人を廃し、一位となった地域は一つも、なかった。コナンと中世では、ロブゲン、近代中の後人を廃止して3位となり、ソウルでも3位の近代中と2%しか差がなかった。2011年時点の大韓民国においては、政治的な事情もあり、評価は各人の立場においてまちまちではあるが、一般論においては、政治面では、 目的のためには不当な手段も意図はなかったものの、詩人としては精錬であると評価されつつあった。1999年にはアメリカの雑誌タイムで今世紀最も影響力のあったアジアの20人に韓国人から唯一選ばれている。経済成長基盤の構築僕くねは父、僕世紀の功績にあやかって、 第2の観光の奇跡を掲げて2013年2月25日に第18代大韓民国大統領に就任した。朴世紀の死後、早くから目をかけてきた軍人、全都官が1980年5月17日に5.17非常戒厳令拡大措置で実権を掌握した後、第11代、第12代大韓民国大統領として、 北世紀の開発独裁路線を継承したため、強圧的な独裁政治は批判され続けていた。しかし、1987年6月29日の民主化宣言以後、その達成感によって民主化運動が体調し始めたこと、生活が豊かになったと国民が感じ始めたことで、開発独裁化において実現した観光の奇跡と呼ばれる高度経済成長により、 大韓民国を中華民国、シンガポール、香港と並ぶ、アジア4省流の一つとまで言わしめることとなる、足がかりを作ったことや、軍事政権下の治安の良さを再評価する動きが出てきた。特に性的であった、近大中が、1997年大統領選挙を控えて、保守票を取り込むために統合を掲げながら、僕世紀時代の経済発展を評価することもした。 もちろん、金ン・ヨンサムのように死ぬ日までに、牧世紀を批判した政治家もいた。金ン・ヨンサムの場合、経済政策も場面内閣計画を、クーデター、全部奪っていったとし、牧世紀を低く評価した。内政は典型的な開発独裁であった。軍備増強よりも、経済基盤の建設を優先した。軍人としては珍しく強い経済マインドを持つ人物だった。 セ世紀が経済を最優先とした理由については様々な議論がある。子供の頃の貧しさからの経験であるという主張に加え5.16クーデタの他の主要人物も経済成長を重視したという主張もある。批判的な立場からはクーデタ政権の継続的な権力掌握の正当性確保のためだったとする主張もある。経済成長のモデルケースとしてセイキは 春秋戦国時代の中国や明治新期の日本の布国強兵の論理をよく強調したという。クーデター直後、最初に着手したのは農村における小利債整理法であった。工業化にある程度成功した頃には農業の遅れが目立つようになり、それを取り戻すべく農業政策においては迫る運動を展開し、農村の近代化を果たした。また、 高速道路の建設にも力を入れた。教育政策にも高等学校を大幅に増設し、高等教育機関への進学率をアジア随一のものにさせるなど力を入れた。また人事面においても、富山市の都市建設で力量を発揮した公平商工出身の金元玉をソウル市長に抜擢するなど、格式を無視して人材を養殖に登用した。 中世のライバルであった、同じ朝鮮民族の分断国家、朝鮮民主主義人民共和国の初代最高指導者、金日成に体制競争を挑み、1961年の5.16、軍事クーデターの時点では北朝鮮よりも経済的に貧しかった大韓民国を、観光の奇跡による高度経済成長の実現で、経済格差をつけ、 南北朝鮮の力関係が大きく変化したことは、東アジア地域の国際関係にも変化をもたらした。経済的な成功を体制の正当性の根拠としてアピールしたのは、むしろ、北世紀登場以前の北朝鮮であり、観光の奇跡によって大韓民国に追い抜かれた北朝鮮は、経済面のみならず、人民に対して支配を正当化する上でも、 慢性的な苦境に陥った。支持者からは、独裁政権ではあるものの、日本から経済援助を引き出し、韓国に秩序と経済発展をもたらしたのも事実であり、見直すべきとの声も根強い。かつて、僕正規批判で職を追われたことがある長ー,ースも、日本の一流の教育とアメリカの商工教育を受けた実用的な指導者だったと暗殺事件の取材を通じて、 以前の否定的な見解を変えている。ただ、僕正規批判者たちの間では、経済的成果が支持者たちによって誇張された面が多いという指摘も出ている。引用される数値もまちまちであること、在任中に経済成長率よりも物価上昇率が高い物価高の時代だったことなど、人気機関と莫大な海外援助金を考慮すれば過大評価されたという批判もある。 さらには、海外から受け取った援助金を、スイスの銀行などに、個人資産として着服した疑惑もマスコミを通じて、地道に出ている。1997年、韓国の IMF 経済危機以降、2000年代、牧世紀再評価が行われて、人気を得たが、2010年代、ロブゲン元大統領に人気を追い越された。僕世紀の経済政策は、圧縮成長。 と呼ばれる。これは、早いスピードで、経済成長の基盤を成す、意味の他にも、労働弾圧など様々な問題には、目をつぶって、効率最優先路線を走ったという、批判的意味も含む。民主化運動弾圧、牧政器が終始民主化運動を徹底的に弾圧し、終身大統領として、自身の権力を死ぬまで保持しようとしたこと、牧政権下での拷問。 不当逮捕を含む強権政治が大統領の死後も二代の軍事政権に引き継がれ、韓国の民主化を阻んだことも事実であり、内政における自由化が遅れる原因となった。批判的な見地からは、独裁者としての批判に加えて、僕正紀を日本統治時代における対日協力者、新日派とする意見もあり、実際2005年8月29日に、 韓国の市民団体民族問題研究所、並びにその参加の新日人名、辞典編纂委員会より発表された新日人名辞典の第1回リストに記載された。2004年に日本統治時代の対日協力者を解明するための日帝共戦下反民族行為真相究明に関する特別法が可決され、その時代に日本の陸軍士官学校で学び、 満州国国軍に参加していた、牧政紀もそれに含まれるという一幕もあった。これらは韓国で行われている歴史見直しの一環であるが、次期大統領選絡みで、法の娘であり、有力候補の一人であった半奈良党党首、牧久根の人気低下を狙ったという見方もある。牧政紀や全都間政権など韓国の軍事政権が行った開発独裁政治に、 日本統治時代の朝鮮統治の手法や理念がどれだけ影響を与えていたかは歴史家によって意見がまちまちである。国外からは反共産主義同盟の強化を意図するアメリカ政府や日本政府などを除けば、牧正規政権は批判的に評されることが多かった。特に、セマウル運動については農業近代化であるよりも相互監視を機能させるための農村の強制的な 組織化であるとして、全体主義的な組織化になぞらえる論考も、日本では生まれた。韓国軍のベトナム戦争派平金干渉によれば、ベトナム戦争に、大韓民国国軍を2個師団プラス1個旅団の延べ31万名、最盛期には5万名を派兵した。韓国軍は30万人を超す、ベトナム人を虐殺したとも言われ、ベトナムでは村ごとに、 大半の残虐行為を忘れまいと石踏みを立てて、残虐行為を忘れまいと誓い合っている、としている。アメリカは、見返りとして、韓国が導入した、外資40億ドルの半分である20億ドルを直接負担し、その他の負担分も圧戦した。また、戦争に関わった韓国軍人、技術者、建設者、養液軍を治めなどの貿易外特需や、 軍事援助などによって韓国は高度成長を果たした。ハンギョレ21のクスジョン通市民は、派兵された韓国軍部隊が現地でベトコンとみなした一般市民を女性や子供も含めて虐殺する事件やベトナムの女性を強姦する事件、その他数々の蛮行を起こし、生存者の韓国軍の行為に関する証言で、共通な点は無差別機重装車や大量殺戮、 女性に対する強姦殺害、家屋への放火などを挙げている。また、強姦により、頑固死根欠地雷大半が数万人生まれたことが確認されている。ベトナム戦争自体に、ベトナムの独立運動を妨害、抑圧する性格があったのではないかという問題も、あって、ベトナム人の視点からすれば、僕正紀大統領は、紛れもない。 侵略者の一員であるとベトナム人の大多数及び、韓国、日本のサハ歴史学者を中心に指摘されている。とりわけ、反抗級は、次著、反抗級の韓国現代史で、ベトナム戦争の植民地解放運動への圧迫としての面を重視し、日本による侵略に苦しんだ、韓国の近現代史と重ねながら、僕大統領のベトナム戦争参戦を批判している。 2016年12月1日午後3時15分ごろ、京商北道亀吉にある、牧世機の聖火が放火され、僕元大統領の追悼館内部が全焼し、僕元大統領と、陸英州夫人の家へも消失した。警察は現場から100メートル離れた、駐車場をうろついていた48歳の軽気道、水原市在住の男を放火の疑いで逮捕した。 犯人は2007年にもソウルにある三田渡る日を損壊して懲役1年6ヶ月となり2013年12月12日には手具のロ大具の成果にも放火し懲役1年6ヶ月となっていた2017年4月25日売信員7人全員が有罪と判断懲役4年6ヶ月の実刑が下されたまたこの裁判で 全都間の成果にも侵入していた事実が明らかになった。2017年5月2日、不義に抵抗した正当な行為で、刑が重すぎると主張して、控訴。2017年8月29日、全都間の成果では、人命被害を有料して放火しなかった点。牧世紀の成果では被害を賠償する意思がある。点などから、懲役3年に減刑される。 2016年11月に、僕世紀の実刑牧賞、広氏の娘僕栄玉の夫であり、僕世紀政権で国務総理を務めた、金正筆は、僕世紀は実際には弱くて疑い深い人だったと評した。1961年11月に、法米の都に東京で30時間ほど滞留しただけで、僕は、執権機関に一度も公式な法日をしなかった。 洋基金干渉、日韓、禁断の歴史によれば、福田武雄が韓国を訪問した際、主席において、日韓の閣僚たちが日本語で会話をしている最中、韓国側のある高官が、過去の日本統治時代を批判する、胸の発言を始めたところ、その高官をなだめた上でこう語っていた、としている。日本の朝鮮統治はそう悪かったと思わない。自分は、 非常に貧しい農村の子供で学校にも行けなかったのに日本人が来て義務教育を受けさせない親は罰すると命令したので親は仕方なしに大事な労働力だった自分を学校に行かせてくれた。すると成績が良かったので日本人の先生が市販学校に行けと勧めてくれた。さらに軍艦学校を経て東京の陸軍士官学校に進学し 主席で卒業することができた。卒業式では日本人を含めた卒業生を代表して当時を読んだ。日本の教育は割と公平だったと思うし、日本のやった政治も私は感情的に非難するつもりもない。むしろ私は評価している。金管賞日刊、禁断の歴史、P212 小学館2003年10月。 ISBN40 億9389万6518また無名の若者たちが国の近代化を推し進めた明治維新を明治維新の死を見習いたいと称賛していた特に中心人物の一人である西郷隆盛を尊敬し西郷が語った子孫のために美伝を残さずという言葉を好んで使っていた 日韓国交正常化のための日韓基本条約の立役者で、僕大統領の命令で日本側と秘密交渉に当たった大韓民国中央情報部初大部長を務めた金正筆は、反日より曜日こそが困難な道という話を、よく僕大統領と交わしていたほど方は、曜日をするために国内を隠して、日本側と接触するときには新日だと錯覚させる言動をして、 日本側を欺いていた。僕は、巧みな話術で日本側の信頼を得て、日韓基本条約で得た、莫大な資金、投資、技術供与、アメリカヨーロッパの援助を元手に、経済優先するなど新日派のふりをして、経済協力を引き出す、曜日に非常に卓越した人物だった。竹島問題竹島をめぐる、領有権問題について、民主党合同のムンジェインは2012年の、 大統領選挙戦において、米国立文書保管所の国務省機密、対話日暴録を引用し、北世紀元大統領は1965年に、ラスク米国務長官に対して1965年6月の、韓日協定打結直前に、米国を訪問し独当爆破発言をした。と提示、その島を爆破してなくしたかったと話したとした。なお、石原慎太郎も、同様の発言を、 本人から聞いたと述べている。これに対し僕国陣営の超誠先報道官は外交文書によるとこの発言は日本側がしたことになっているとして文候補の主張を明白な協議事実ルフと嘘と規定している。また、椎名悦三郎外相が日韓基本条約署名1日前の1965年6月21日に 離当元外務部長官と交わした対話を記録した日本外務省文書によると李長官は僕大統領は竹島問題を日韓会談の議題外とするように指示されるとともに本件は韓国政府の安定と運命に関わる重大問題でありもし韓国側として受諾しうる解決策がないならば日韓会談を中止しても良いとまで言われている 日本側に明らかにしている。反日教育韓国出身の日本評論家である午前下は、北世紀失生下の1960年代には、韓国国内にて、韓国を日本に比較し文化的に優位に位置づける、反日イデオロギーが教育の中で国民に教えられたとしている。一方で、李承晩時代に禁止されていた日本語教育を中高等教育において再開させている。 近代中拉致事件における日本への主権侵害2007年10月、韓国政府は、牧政規政権の方針に反発して、日本で民主化運動を推し進めていた。近代中が1973年8月8日に、日本国内で拉致された、近代中事件に関して、大韓民国中央情報部の関与があり、同時に、それを統括、指揮していた、北世紀から、 暗黙の了解を得て言っていたとする公式発表を行った。この事件について、当時の日本では内閣総理大臣、田中角栄が、僕正規政権との間で政治決着を行ったが、日本国内からは主権侵害だとして、僕正規政権批判の声が上がった。文政公事件文、政公事件は、日本の警察から奪取した拳銃を用いた、 在日朝鮮人による犯行であったにもかかわらず、日本から謝罪の声明が出されず、朝鮮総連の関与も明確に認めなかったことに立腹し、日本は本当に有法なのか。安保、経済に問題はない。日本は石化工作の基地となっているという発言まで出すに至った。日韓の外交筋の取りなしにより断交こそ回避したものの、 陸英州夫人の葬儀に参列した日本首相、田中角栄が、偉い目に遭われましたねと、人ごとのように話したため、方を、さらに憤慨させたと言われる。福田恒有との信仰牧世紀は、日本の英文学者、劇作家で、保守思想家としても、評価の高い福田恒有と信仰を結んだ。福田は1979年10月26日の、 牧世紀暗殺事件の知らせを聞き、追悼文、孤独の人、牧世紀を書いている。福田はその中で、僕と昼食を共にした時のことを回想し、以下のように書いている。個人に対して、そしてまた一国の元首に対して、すこぶる例を書いた話だが、私は勇えて書く。正直、私は、その素食に驚いた、オムレツは、中まで固く、表面がまだらに焦げている。 もし日本のホテルだつったら、これがオムレツかと私は文句を言ったであらう。が、それを平気で口にしている生が大の、独裁者をまじまじと眺め、複雑ねあり、複雑ねあり評論集、第十巻、僕世紀は、辞書、国家、民族、私で、次のような言葉を残している。我が半万年の歴史は、一言で言って、大英と粗雑と賃貸の連鎖史であった、古速、 最打、安逸、日和み主義に示される、小児病的な封建社会の一つの縮図に過ぎない、僕世紀先週に国家、民族、私 P234、我が民族史を考察してみると情けないという他ない。我々が、真に一大民族の中高を期するなら、まずどんなことがあっても、この歴史を改新しなければならない。このあらゆる悪の倉庫のような我が歴史は、むしろ燃やして叱るべきである。 僕世紀先週に国家、民族、私 P238 さらに次著、反民族の進むべき道で、李氏朝鮮について、次の言葉を残している。四色闘争、時代主義、両反の安易な無事主義な生活態度によって、後世の子孫まで悪影響を及ぼした、民族的犯罪史である、今日の我々の生活が辛く困難に満ちているのは、 さながら理長氏の悪意さんそのものである。今日の若い世代は、帰生世代と共に、先祖たちの足跡を恨めしい目で振り返り、軽蔑と奮闘を合わせて感じるのである、僕世紀先週一韓民族の進むべき道 p 9にこのように方は、朝鮮史における時代主義と俗国性を自覚していた。僕世紀は、自女、反民族の進むべき道で、韓国人の自立精神の欠如。 民族愛の欠如、開拓精神の欠如、大敗した国民道徳を批判し、民族の悪い遺産として、次の問題を挙げている。歴史館では、李氏朝鮮に批判的だった、牧世紀だが、韓国初代大統領の李正万が妨げていた、大韓帝国最後の皇太子である、李銀、李正子夫妻の韓国への帰化を認めて、生活を支援し、李氏朝鮮と、 大韓帝国の皇室の祖先を祀る英安氏殿に、李銀の遺杯を、李貧大使の死亡で収めるなど李王家の諸孤人には、好意的だった。生涯で2回結婚しており、陸英衆夫人とは見合いを経て結婚したが、恥ずかしがり屋であったために、見合いの際には酒を飲んでから臨んだ。陸英衆夫人とは、仲のむつまじさを演出したが、家庭内では、夫人が、 聖画台の中の野党の役割を果たし、政治的な助言も惜しまなかったため、時々、陸、牧船、つまり夫婦喧嘩があったという。修正、陸英衆夫人に対しては、ただの妻以上に尊敬し続けた。しかし、上述の金消失インタビューなどによると、これは美化された面もあるとみられる。陸英衆は、金消失家族にとても冷たかったと、浮気者だった。 牧世紀の浮気のために苦労する、夫婦喧嘩の末に顔に、あざができたりもしたというエピソードは韓国で有名な話である。実際、牧世紀は、陸英州の死後助食に陥って暗殺される日まで、大統領府、悪化の見合いで、若い女性たちと主演を行った。この時、中央情報部要員たちが、牧世紀最高刺激を分割したりもした。一部の僕世紀支持者たちは、 僕世紀が独裁はしたが、精錬な人物であったと主張する。しかし、上述のように、僕世紀は、在任期間中に、若い女性たちと奉納な主演を随時要求している。また、当時海外援助金の一部をスイスにある銀行の、秘密口座に着服したという話は韓国で、有名である。実際、1970年代当時、米国議会内のロビー事件である別名の、 コリアゲートに、僕世紀を調査していた米国捜査官たちは、彼のスイス講座を確認したという。2017年 SBS 時事番組プロでは、スイスの講座の存在を認めている、僕世紀側近のインタビューも出た。ただ、彼は、時代が時代だから政治資金などに活用しただけで、僕大統領は、個人着服する性格ではないと主張した。しかし、暗殺後、 入った、全都間新軍部政権は、当時の大統領府、牧世紀金庫にいた9億ウォンを生活費で、牧船に伝えるために、当時、9億ウォンは、高級マンション数十件を、事故も残るお金だった。牧世紀は、キリスト教信者ではなく、キリスト教に別に好意を持っていなかった。しかし、当時反体制成功が濃かったキリスト教会で、自分の味方部隊を育てたいと、 1975年に大韓球国選挙団を創設している。この時その総裁となったのが、後の最準実ゲート事件の始発点である、財布と市民である。カルグクスが、鉱物で、聖画台で、食事会が行われると必ず出た。このため大統領に呼ばれることの因果として、カルグクスに呼ばれると言われていた。また、継承北道式に部国の、 味噌漬けをかじりながら、マッコリを飲むのが、お決まりの晩酌のスタイルだった。マッコリはあれこれ問わず好きだったが、軍時代は、テグの、フローマッコリやフザンの、山城マッコリ、大統領時代は、ペダリのかやべえマッコリを好んでいたという。その他は、庶民的なものを好み、ソウル市中区にある、不眠屋の中央団、軍浦駅前の、軍浦食堂のソルロンタンを好んだ。 公平学校長時代の部下によれば、主に菜食だったとも言う。ありがとうございます。